ええ日やと思わへん。金曜やし、それだけやない。あんたからもらったプレゼントも昨日のうちに開けたんやけど、ほんまさすがや。アラハトのフィギュアも手に入るとか、おおきに。あ、このメールが届いとるっちゅうことは、うちも下校時間になっとるはずや。誕生日なんやから、息抜きせんと。最近は試験と訓練だらけで散々やったからな。日差しの下で筋トレとか、想像しただけでゾッとするやろ。せやから夜中に外へ抜け出そうって思ったんや。残念やけど、隊長にバレて訓練量が倍になった上、ママに言わんといてってお願いする羽目になってもうた。うちの誕生日なんやから、もし隊長と会ったらうまいこと言うといてな。お礼に今度劇場版魔剣新鬼の映画代おごったる。めっちゃおもろいって聞いとるし、きっとあんたも好きになるはずや。今日のうちちょっと違うてるから期待しといてな。純枕5号に化粧してくれたとか、そんなんちゃうで。すぐ行くから待っててよ。